ラボ農家、園芸ラボ農家です。園芸ラボ農家は、学ぶ、作る、食べるの実体験を通して、園芸を楽しみながら理解を深めていただく時間と空間を提供します。トマトを使ったピザ作りや、園内の植物や昆虫を使ったミクロの観察など、子どもたちが楽しみながら園芸に関心を持つような体験ができます。隣接する美浜町健康楽善拠点施設コルパのレストランは、食による健康づくりをテーマとし、旬の野菜や地元の名産しじみを使った料理などを楽しんでいただけるほか、直売所では地元の特産品などを販売しております。園芸ラボの丘から望む久部志湖には、県立久部志湖想定場があります。美浜町は国際ボート競技で6連覇を達成した福井県において、ボート競技を牽引するボートの町として知られており、久部志湖湖畔にはご当地キャラミシコちゃんがボートの町美浜町を PR する像もあります。なお、ここ1バスご利用の皆様へお願いです。バスの改善に生かすため、アンケートにご協力をお願いいたします。バス車内にご用意しておりますアンケート用紙にご記入いただき、降りの際に回収箱に入れていただくか、アンケート用紙の QR コードからスマホでご回答をお願いいたします。ご回答いただきました皆様は、バス乗降口にご用意しておりますミカドゴコロゴマークのオリジナルミニタオルを1枚お持ちください。
漁業のほか北前船の寄港地として栄えた港町です。祭祀や神事が数多く残されており、150年以上も受け継がれる早瀬子供歌舞伎は有名です。また随分横の一本桜の丘の丘からは日本海の三方五湖の一つ久部志湖、昔ながらの漁村風景が一望できるビューポイントで、映画桜咲の舞台にもなった場所です。形の綺麗な一本桜と小高い丘からの景色との調和をお楽しみください。早瀬地区には1718年から続く老舗の蔵元三宅彦右衛門酒造がございます。銘柄の早瀬浦は蔵の井戸から湧き出る発酵力の高い水から醸造しており、全国にも多くのファンがいるお酒です。また令和5年春にはこの早瀬地区にデイクセンターが開業し、再生可能エネルギーを活用した電気推進遊覧船が航行する予定です。午後1バス車内に早瀬地区の散策マップをご用意しておりますのでご利用ください。
国選択有形民族文化財にも指定されています。地区沿いに広がる白河湖は三方五湖唯一の海水湖ということもあり、海水魚の釣り堀や係留された漁業船等が見られます。他の4湖とはまた異なる風景でのどかな漁村風景が広がっています。昼場地区では漁業が盛んで、11月から7月頃にはカンブリが水揚げされます。中でも一定の基準を満たしたものを昼場響きというブランドで出荷しています。午後市場社内に昼場地区の散策マップをご用意しておりますのでご利用ください。このバス停留所を起点に湖岸ハイキングが楽しめます。水月湖ルート、須賀湖、三方湖ルート、昼学湖一周と手軽に景観を楽しめます。中でも約350年前長雨が続くと湖畔の田畑が水浸しになる問題を解消すべく開拓した水月湖と久留志湖をつなぐ三方五湖最大規模の人工水路の浦見川は必見です。午後市バス車内に昼間地区の散策マップをご用意しておりますのでご利用ください。
の説明をいたします。この道路の下50メートルには水月湖と日向湖を結ぶ佐賀水道という水路のトンネルがあり、両湖の水位の調整を図っています。この水道は江戸時代に佐賀山を開削し、水月湖の水も日向湖に落とし、湖辺に神殿を造成することを計画